でも本当に、はい、本当にどっちもめちゃめちゃ好きです。選ぶのは難しいです。これ。先日監督からリクエストをいただきました、はい、鶏の弁当とハラミ飯両方を作ってまいりましたので、はい、今日は試食していただいて、はい、どちらを来年の監督弁当にするか決めていただきたいと。決めれないです。見た感じ本当決めれないです、はい、ハラミ飯に関してはしっかりとイクラと鮭を使っておりまして、ご飯も鮭で炊いたご飯になってます。いいですか、じゃあ、はい、いただきます。ちょっとハラミ飯からいただきます。うん、美味しいです。シンプルに結構シャケも柔らかくできていたとか、うん、そうですね、はい、イクラの味とご飯もしっかりとマッチするような感じで、うん、お客様に楽しんでいただけるような弁当になったかなと思います、うん、いや美味しい。ちょっと待ってください、卵一応、卵うるさい、はい、うん、これいいですね、うん、鶏の方と比べていただいて、まあ、つくねがしでしたりとか、あと鶏の照り焼きと仙台味噌を使ったと、うん、卵は宮城県産の卵で作っている卵焼きです。つくねは上手に刺さっているので食べやすい、うん、そうですね、ご飯はこれ、あ、タレが熱してみて、はい、ご飯もこちらも宮城県産のお米を使っているので、そのままこれです。うん、これ選ぶのは難しいです。これ、でも本当に、はい、本当にどっちもめちゃめちゃ好きです。どっちもファンの皆さんに喜んでいただける商品だなと思っていただけたら、シェイクをご用意しましたので、今日は器から一つ選んでいただきたいと思います。全部うまいな。全て濃厚な形に、ね、はい、結構全部が濃い味わいにしているので、なんかこうお客様が1個飲むだけでデザートとかを召し上がっていただいているような気分になるようなイメージをしまして、こうしっかり濃厚に味わえる本格的なシェイクというところを今回ポイントにして作っております。いいっすか、はい、これ、はい、ありがとうございます。やっぱりずんだ、やっぱりずんだ、ずんだうまい。いつも仙台駅とかでも新幹線の前とかにずんだシェイクやっぱいただくんですけど、あれが忘れられないです。やっぱ宮城と言ったらずんだシェイク、これを球場で飲めるというのはいいんじゃないかなと。おいしい。さっぱりの中にも濃厚なずんだの味がこう凝縮されてまして、大人から子供まで全ての方が楽しめる味。YouTube、YouTube 登録してね。楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。YouTube、YouTube 登録してね。素敵なイーグルス。